国ごとのイスラム教の分布。緑系はスンナ派、赤紫系はシーア派、青はイバード派、さらなる分布シーア派は、イスラム教の二大宗派の一つで、二番目の勢力を持つ。最大勢力である、もう一方はスンナ派である。七世紀のカリフであったアリーとその子孫のみが、預言者の代理たる資格を持ち、イスラム共同体の指導者の職務を貢献する権利を持つと主張する。 シーアはアラビア語で、という動詞から派生する、追随者、同行者、党派を意味する普通名詞で、初期のシーア派の人々が、アリー派と呼ばれたことに由来している。後には、シーアに、単に定冠詞を付した、アイコールシーアという語で同派を意味するようになり、宗派の名称として定着した。シーアに属する人のことを CE と言い,い、すんな派神徒を意味する。 すんなに従う人に対応する。従って、日本語で、シーあるいはシ e イに、派という語を伏すのは、派、派となり、厳密に言えば同一語の繰り返しである。シーア派の信者は、イスラム教徒全体の10%から20%を占めると推定される。2009年には、信徒数は約2億人と推定される。信徒は、世界中に分布するが、イラン。 イラク、レバノン、アゼルバイジャンでは、特にシーア派住民が多い。またイエメン、パキスタン、サウジアラビアの東部、バーレーン、オマーン、アフガニスタンにも、比較的大きなシント集団が存在する。シーア派内の州派では、12イマーム派は、イラン、アゼルバイジャン、それらの周辺地域、レバノンに多い。イスマーイール派はアフガニスタンなど各地に点在する。 在ド派はイエメンで主流である。シーア派は、その登場以来、原則として多数派のスンナ派に対し、少数派の立場にあり、シーア派の信徒は、山岳地帯など外敵が容易に侵入できない地域に、集団を形成することが多かった。シーア派の王朝は、歴史上いくつか存在するが、多くの場合シーア派が主流であるのは支配者層に、限られ、住民の大半はスンナ派であった。 ただし、現在のイラン、アゼルバイジャンを中心とした地域ではシーア派は地形に関わらず多数派となっている。これは16世紀にこの地を支配したサファビー朝が12イマーム派を国境とした際、住民の多くがスンナ派から12イマーム派に改収し、そのまま根付いたためである。21世紀初頭においてシーア派が政治的、人工的に圧倒的に優位に立っているのは、 イラン一国のみである。イランの人口の90%から95%がシーア派を信仰しているとされ、全世界のシーア派人口のうちでも37%から40%と、ほぼ4割を占めているなど、イランはシーア派内において大きな地位を占めている。さらに、イランの国政は1979年のイラン革命以降、イスラム共和制をとっており、12イマーム派を、 国境としている。シーア派の好意聖職者がイランの最高指導者として国家元首となっているため、シーア派の影響力は非常に強い。イランに次いでシーア派の割合が高い国は、イラク、アゼルバイジャン、バーレンの3カ国であり、それぞれ6割から7割の国民がシーア派を信仰している。イラクにおいては、ナジャフやカルバラーといったシーア派聖地の存在する。 国土の南部にシーア派が集中している。ただし、イラクではシーア派は多数派であるにもかかわらず政治の主導権を長く握ってこなかった。イラク戦争によるバーストを政権崩壊後、民主選挙によって多数派であるシーア派が政権を握り、ヌーリー・マーリキーが首相に就任した。しかしマーリキー政権はシーア派返帳の政策を取ったため、スンナ・派などを、 他の宗派との関係が悪化した。バーレーンにおいては、主張家及び支配層はスンナ派であり、一般大衆の大半を占めるシーア派との間で対立が起きている。シーア派はスンナ派に比べ就職や収入などにおいて不利な条件に置かれており、このため1990年代には暴動が多発した。2002年にバーレーンで議会が再設置され、シーア派にも 議会参加への道が開かれると、この対立は一時沈静化したものの、バーレーンの王権は未だ強く、格差などにも改善の動きが見られないことから不満は蓄積していき、2011年のアラブの春においてはシーア派が中心となって2011年バーレーン騒乱が勃発し、警察と衝突して死者を出す事態となった。レバノンでは政治的理由から統計はないものの、 シーア派は、キリスト教マロン派及びイスラム教スンニ派と共に、一大勢力となっており、ヒズボラという政治、武装組織を有している。レバノン内戦以前は、国会の全99議席中19議席、内戦後の1992年からは128議席中27議席がシーア派に割り当てられていた。また、シーア派からは、 国会議長が選出されるのが慣例となっている。サウジアラビアは厳格なスンナ派が主導権を握る国であるが、ペルシャ湾岸にある東部州のアルハサ地方を中心に大きなシーア派のコミュニティが存在する。ワッハーブ派はシーア派を敵視する政策を伝統的に続けており、このためサウジアラビアのシーア派には不満が溜まったままの状態が続いている。 1979年にはイラン革命の影響を受けて東部州のカティーフでアーシューラーの際に暴動が起きた。その後、徐々にサウジアラビア政府はシーア派に融和姿勢を見せるようになり、2003年にはシーア派に対する差別の撤廃を訴える憲白書が皇太子に渡されている。イエメンにおいては人口の40%ほどがシーア派であるとされているが、このほとんどは ザイド派に属する。イエメンのザイド派は、ドーハのイマームが897年にイエメンに本拠を置いて、以降、歴史的にこの地域を長く支配してきており、1918年にはイマームによってイエメン王国が、同国の北部を領域として成立した。この王国は1962年に打倒されて、イエメンアラブ共和国となるものの、以後もイエメン北部においてザイド派は、 強い影響力を保持し続けた。2011年イエメン騒乱後の混乱に乗じて、最北部のサー県に成立した、在土派の武装組織であるフーシは2014年に、首都、サナーへと侵攻し、2015年2月にはクーデターを起こして、ハーディ暫定大統領を追放して、権力を握った。二0十六年には、フーシはイエメン北部、旧北イエメンの大部分を掌握し、 南部を支配するハーディザン帝大統領派と対峙する状況となっている。シリアにおいてシーア派は13%ほどを占めるとされるが、その大部分を占めるのはアラウィー派である。ただしアラウィー派はシーア派主流派と比べてもかなり競技に差があり、一部ではシーア派とみなされない場合がある。アラウィー派の多くはシリアの海岸地方、特にラタキア県に集中しており、 フランスイニント治領シリア時代にはこの地域はアラウィー派を中心とするラタキア国という自治地域となっていた。シリアが独立するとその実験は多数派のスンニ派が握り、アラウィー派は不利な立場に追い込まれたが、1970年にアラウィー派の軍人であるハーフィズガル・アサドが権力を握るとアラウィー派は優遇されるようになった。2000年に ハーヒズが死去し次男のバッシャールアルアサドが政権を、追打の後もこの構図は継続したが、支配されている多数派のスンナ派の不満は高まり、2011年にシリア内戦が勃発する要因となった。シリア内戦においては、勢力図は目まぐるしく変動を続けているものの、ラタキア県を中心とするシーア派地域のほとんどは、アサド政権に忠誠を尽くしており、シリア政府の強固な地盤となっている。 イランはイスラム革命後、レバノンでヒズボラの設立を支援するなど、国外のシーア派勢力の拡大を後押ししている。イラク内戦では、シーア民兵を、シリア内戦では、アサド政権を援助し、地中海東岸に達するシーア派の三日月地帯を形成した。こうした援助には、資金や武器の提供のほか、イスラム革命防衛隊などのイラン人、さらに、 アフガニスタンやパキスタン出身のシーア派を含む兵員の派遣も含まれる。イエメン内戦での風刺支援も含めてイランは外国で4つの首都を支配している状況になっている。レバノンに至るイランの勢力圏に対してはシーア派の子という呼称もあり、これを南のイエメンへ広げて捉える見方もある。以下の表はピュー研究所による2009年10月の マッピング・ザ・グローバル・ムスリム・ポピュレーションという人口統計調査に基づいている。シーア派イスラム教徒の大陸別割合、アリーとその子孫のみが指導者としてイスラム共同体を率いることができるという主張から始まったシーア派は、その後のスンナ派による歴代イマームに対する過酷な弾圧、そしてイマームの断絶という体験を経て、スンナ派とは異なる競技を発展させていった。 歴代イマームを絶対的なものとみなす信仰、競技、歴代イマームを襲った悲劇の追体験、イマームは神によって隠されており、やがてはマフリーとなって再人するという終末論的な一種のメシア信仰はシーア派を特徴づけるものである。このガイバは初期のシーア派の一派であるカイサーン派によって初めて唱えられ、カイサーン派が分裂。 消滅した後もシーア派の多くの派に取り入れられた。ただし、在庫派とこれらを否定する分派も存在する。スンナ派に比べ、一般に神秘主義的傾向が強い。宗教的存在を絵にすることへのタブーがスンナ派ほど厳格ではなく、イランで公の場に多くの聖者の肖像が掲げられていることにも象徴されるように、聖者信仰は、 同一地域のスンナ派に比べ一般に広く行われている。スンナやハディースに対しても、ムハンマドのみならず歴代マームの行為も判例として採用しており、逆にアブーターリブに批判的な神聖ハディースを捏造と解釈するなど、スンナ派とは大きな乖離が見られる。イランにおいては、第三代マームのフサインは、サーサン長家の女性を妻とし、以降の歴代マームは、 ペルシア帝国の地を受け継いでいるという伝承があり、ペルシア人の民族宗教としての側面もある。なお、スンナ派が六神五行であるのに対し、シーア派は五神十行である。シーア派では、法的判断の基準として、クルアーン、預言者とイマームの伝承、イジュマーに加えて、理性の動きを重視することで知られる。この点で、第六代イマームジャーファルサーディクは、 イスラーム世界で哲学的学派を最初に樹立した人物であると言われる。理性は知識を獲得する信頼に足る源であり、啓示と完全に調和している。伝承によれば、神には二つの証明があり、これを通じて人間は神の意志を知る。すなわち、内的なものは理性であり、外的なものは預言者である。時に、理性は内的な預言者、預言者は 外的な理性と呼ばれる。シーア派の法学者の間では、理性に打ち立てられたいかなる判断であっても、それは宗教によって打ち立てられたものに等しいと考えられている。イスラームの法学でよく知られるように、道徳的、法的責任を果たす条件は、健全な理性を保持していることであって、これを保持しないものは代理人を必要とする。教人は、自らの行為について、 責任を持たないとみなされているのである。クルアンによれば、すべての人間は自らの理性的機能を行使することが要請されており、その結果、神の印や宇宙的行進について思いをいたすことができると考えられている。従って、イニシエの賢者たちを盲目的に模倣することは、非難されるべきことであり、不信者の印とされる。一般に、 理性は宗教的研究に役立つと考えられている。世界の現実を理解する。例えば神の存在、宗教や科学的事実の真理を理解する。道徳的価値や法的規範を導く。例えば、圧政が悪であり、正義が善であることを知る。C、自弁の基準や倫理過程を打ち立てる。これに対して、刑事はすでに理性によって知られていることの確認。 理性によって未だ知られていない新しいテーマを導入すること、さらに宗教的懲罰のシステムを通じて承認を与えるという三つの機能があるとされる。すなわち、刑事と理性は不足不利、相互補完の関係にあり、一方だけでは成り立たないという立場である。神は預言者を通じて何かを行うことを人々に告げることで、人々を誤って導いたり、また逆に、 神から与えられた理性を用いて、真理とは逆の方向に向かうことは考えられない、という信念が背後にある。すべてのムスリムの聖地である、マッカ、マディーナ、エルサレムに加え、シーア派は、歴代イマームの霊病のある都市も聖地とする。特に重視されるのは、イラクのナジャフにある初代、アリーの霊病と、カルバラーにある三大夫妻の霊病である。これに、第七代と、 第9代の霊病があるカーズイマインと第10代及び第11代の霊病があるサーマッラーを加えたイラクの霊病のある4都市はアタバートと呼ばれ大勢の巡礼が詰めかける。またイランのマシュハドには第8代アリーリダーの霊病があり、ここも聖地となっている。このかイランのゴムにあるアリーリダーの妹ファーティマビンムーサーの霊廟もイラン国内で尊数を集め、 イランでは、マシュハドに次ぐ聖地となっている。霊秒4都市はまたシーア派の学問の中心でもあった。イルハン国時代には、イラクのヒルダが、その後19世紀中盤までは、カルバラーが学問の中心地であったが、1843年に、オスマン帝国がカルバラーを制圧したため、そこから逃れたウラマーたちがナジャフに集結し、20世紀前半までは、 ナジャフがシーア派教学の中心となっていた。しかしその後、イラクの独立や社会情勢の変化によってナジャフは衰退し、代わってイランのゴムに1921年に創設されたホーゼウルミーエゴム学院などの活動によってゴムがシーア派教学の中心地となっていった。ムハンマドの死後、彼の血を引くアリーを後継者に押す声も上がったが、実際にカリフの地位についたのは アブーバクルであった。以後生まるイブンハッターブ、ウスマーンイブンアフファーンと継承されていったが、ウスマーンの死後アリーが後継者に指名され、656年に第四大政党カリフとなった。しかし、ウスマーンが属していたウマイア家のムアーウィアがこれに反対し、激しい抗争のスエアリーは661年にハワーリジュ派の資格に暗殺され、ムアーウィアはカリフの地位について、 ウマイヤ朝を開いた。アリーの子、ハサン・イブン・アリーは、ムワーウィヤと和平を結んだものの、669年に、ハサンが死亡し、680年に、ムワーウィヤも死亡すると、ハサンの後を継いだ弟のフサインが、クーファのシーア派の招きを受け、ウマイヤ朝、第2代カリフのヤズイード一世に対して、反旗を翻した。しかしクーファは、ヤズイード軍によって制圧され、 フサインは680年にカルバラーの戦いによって殺された。これによってシーア派は政治勢力として完全に力を失い、またスンニ派と決定的に決別することとなった。フサインの死後もアリーの子孫たちはイマームに就任し続けたものの、やがて誰をイマームとみなすかによってシーア派内でも分派が繰り返されるようになっていった。主流派は フサインの子であるアリー・ザイヌル・アービディーンを第四代イマームとして認めたが、これに反対して、フサインの異母兄弟であるムハンマドイブン・ハナフィーヤをイマームとする一派が分派した。ーア派最初の分派である、カイサーン派である。この派は685年に指導者、ムフタールの下で、ムハンマドイブン・ハナフィーヤを衰退して、クーファで決起し、ムフタールの乱を起こした。この乱で、 解散派は一時イラクの大部分を支配したものの、687年にクーファが陥落してイランは集結し、さらに700年にムハンマドイブンハナフィヤが死ぬと、イマームは神によって隠されたとする一派とムハンマドの維持をイマームとする一派に分裂し、その後も分裂を続けて8世紀には消滅した。しかしこの派の提唱したイマームは神によって隠されたという概念は、 外話として深ア派諸派に取り入れられ、深ア派を特徴づける概念の一つとなった。アリー・ザイヌル・アービリーンを衰退した一派も、713年に彼が死ぬと、再び分裂することとなった。主流派は、ムハンマド・バーキルを第五代イマームとしたが、その弟である、ザイド・イブアリーをイマームとする一派が分派し、ザイド派を形成した。 在ド派は21世紀においても有力な宗派として存続している。主流派においては、ムハンマド・バーキルが743年に死ぬと、その子であるジャーファル・サーディクが第6代イマームとなるが、彼が765年に没すると、再び分派騒動が起きた。主流派は、ジャーファル・サーディクの子であるムーサー・ガーズイムをイマームと、 認めたが、ムーサー・カーズイムの兄であるイスマー・イール・イブン・ジャーファルを支持する者たちが分派したのである。この派閥はイスマー・イール派と呼ばれ、この後も分派を繰り返しつつニザール派やホージャー派などの宗派を生んだ。ムーサー・カーズイム派はこの後も存続し、8代アリー、リラー、9代ムハンマド・タキー、10代アリー・ハーディー、11代ハサン・アスカリーと続いていくが、 ハサン・アスカリーが死去し、その子であるとされるムハンマド・ムンタザルが、神によって隠されるとこの派のイマームも外派の状態となり、十二イマーム派となった。ウマイヤ朝の滅亡後、八世紀に成立したイドリー・スアサは、初のシーア派、イスラム王朝とされるが、シーア派的要素は少なかった。その後、九世紀にアラビ朝が成立し、十世紀にはチュニジアにファーティマーサ、 イラン高原に、ブワイフ朝が成立するなど、いくつかのシーア派王朝が建国されたものの、こうしたシーア派王朝のほとんどは、上層部のみがシーア派信徒によって占められ、一般市民のほとんどはスニ派を信仰していた。こうした状況が大きく変動するのは、16世紀初頭に、タブリーズでイスマー・イール一世によって建国された、サファビー朝の時代からである。 サファビー朝は旧神派のシーア派教団であるサファビー教団によって建国された国家であり、それまでのシーア派王朝と異なり支配下の民衆にシーア派への改修を強要した。また、イスマー・イール一世はレバノンからシーア派のウラマーを招いて競技面での整備を行い、晩年にはサファビー朝の宗教観をかなり恩恵化させたこともあり。 支配下の地域においてはシーア派振興が徐々に庶民にも広がっていった。こうしたことから、サファビー町の半島であったイランにおいてはシーア派の住民が圧倒的多数を占めるようになり、これはその後以来高原に没興したガージャール町やパフラビー町などの昭和さでも変わらなかったため、イランはシーア派振興の一大中心地となった。しかし、パフラビー町、 第二代のモハンマドレザーパフラビーは白色革命と呼ばれる急速な上からの近代化政策を行い、それに反対する保守派のルフォンラー・ホメーニーなどのイスラム法学者を弾圧した。モハンマドレザーの権威主義的な政策は国内での強い反発を受けるようになり、その反対派の結集の核となったのが保守派、イスラム法学者たちであった。 1979年2月にイラン革命が起き、モハンマドレザーが国外に脱出すると帰国したホメーニーは最高指導者に就任し、イスラム共和制と呼ばれるシーア派法学者が国家を指導する体制を完成させた。ただしこのイスラム政府の成立とそれによるシーア派の政治家は周辺諸国の態度を硬化させ、1980年から1988年までの イラン・イラク戦争をはじめとするイランと周辺アラブ諸国との対立を引き起こすこととなった。シーア派主要分派の系統シーア派は預言者の後継者の地位をめぐって政治的に分裂した経緯を持つためしばしば正当なイマームとしてアリーの子孫のうち誰を指名するかの問題によって分派した。現在、宗派として一定の勢力を持つのは12マーム派、イスマイル派、 在ド派などがある。12イマーム派は、イランやイラク、レバノンなどに勢力を持ち、シーア派の比較多数派である。図の通り、シーア派諸派が共通して、イマームと認めるのはアリーのみである。シーア派の多数派である12イマーム派は、その名の通り初代アリーから12代、ムハンマド・ムンタザルまでの12人をイマームとする派である。七十四年に十二代イマームが、 人々の前から姿を消し、外バと呼ばれる状態となったが、その後もイマームは隠れたまま存在しており、最後の審判の日に再臨すると考えられている。なお、874年から940年までは十二代イマームの代理人が指名され続け、イマームと信者との接点はわずかながら残っていたものの、940年に四代目の代理人が後継者を残さず死亡したため、 以後は、イマームとの接点を完全になくすこととなった。このため、十二イマーム派では874年から940年までを、ガイバトルスグラー、940年以降を、ガイバトルクブラーと呼ぶ。イスマー・イール派は、七代目のイマームをめぐって十二、イマーム派とは別の道をたどった派で、第七代イマームが死んでその子孫の耐えた後に、 誰を指導者として衰退していくかの問題によって多くの派に分かれている。もともと主流派では七大イマームの死後、イマームは存在しなくなったと考えているので、イスマーイール派は通称七イマーム派とも言う。イスマーイール派でも外場の観念はあるが、各分派によってその対象者は異なる。イスマーイール派のうち現在最も勢力の強い、インドパキスタンのホージャー派は、 イスマー・イール派の諸派のうち12世紀にイマーム制度の復活を宣言したニザール派の系譜を引いており、現在もイマームが指導している。ザイド派は12イマーム派やイスマー・イール派に比べると少数派でイエメンに勢力を持つ。ザイド派は先の2派と分派したのは5代目のイマームの継承をめぐる問題であったので、5イマーム派と呼ばれることもある。他の有力諸派と異なり、 ザイド派はガイバ説を採用していない。シーア派の中にはスンナ派に対して政治的に先鋭的な主張を持ち、スンナ派と一線を画していく中で特に独特の協議を持つに至った文派も存在する。系統不明のアラウィー派やイスマーイール派の流れを汲むドゥルーズ派などはしばしば他のムスリムからイスラームの枠外にあると見られている。バーブ教やバハーイー教はすでにイスラムから完全に 分離したとされている。ありがとうございます。